早く試してみようぜ。考えてみたら、いくらアストリアのやったことが許せないからって自分で軍艦遺跡かっぱらっちまおうってすごい行動力だよな。確かに船を盗み出してしまったのは重大な軍規違反です。でも同時に自分の信念に従っただけのことだから後悔はしていません。もしかしたらイーダスの乗組員を助けられるかもしれないし、イーダスのブラックボックスを回収できるかもしれない。いろいろ考えた末の行動だったんです。いやそれもそうなんだけどさ、その前のイーダスへ攻撃するのを止めようとして上官に逆らったとこから普通の軍人にはなかなかできないことだと思ってな。ああそっちですか。それでしたら軍規違反には当たりません。そうなのか。ええ、あの件は不当だと思われる命令に従わなかったという話、それ自体は軍規違反には当たりません。私は自分の信念のもと、あくまでも法の範囲内で連邦士官としての職務を全うすることを目標にしているんです。でもその目標のためにはまだまだ私は力が足りていないみたいで、今回みたいなことも起きてしまったんですけど。そんなにへこむなよ。マリエルの信念のおかげで結果的に今の俺たちは助かってるんだからさ、ありがとうな。はい、そう言ってもらえて嬉しいです。自分の未熟な力でもなすべきことをしたんだって思えるから。悪くない力だ。ラッキー。ラッキー。私には電脳融合の是非は分からない。だが他者に融合を強要することが間違いであることは分かる。
銀河連邦が、いえ掃討派がベグワルドを狙うとは。急ぎ向かいましょう。おっと、学習施設に用でもあったのか。うん、スコピアムの人に手伝ってもらって、いろいろと資料を見ていたんだけど、すごいよね。星の世界の図書館ってどこもこんな感じなのかな。さすがにここまででかくて便利なのは稀だと思うけどな。まだまだ知りたいことがたくさんあるよ。もう一回見てこようかな。いえ、今日はこれで終わりにした方が良いのではないでしょうか。え、どうしてですか。珍しいな、エレナが誰かが学ぼうとするのを止めるなんて。確かに知識を得ることは大事ですが、本当の意味で知識を自分のものとするためには、時間を置いて反芻する必要があると思うのです。時間を置くってことは、つまり試験の前に一夜漬けで勉強してもちっとも身につかないみたいなことですか。おおむねそういうことです。一度に知識だけを詰め込んでも、それは単に記憶しただけに過ぎず、やがては忘れてしまうでしょう。時間をかけて理解してこそ、初めてニーナさんの身についた知識になるのだと私は考えます。エレナさんの言いたいことなんとなくわかりました。今日はこのくらいにして、今度来た時に続きを見ることにします。そうだな、また機会はある。焦る必要はないさ。本当？え？またの機会は私一人じゃ得られないから。ああ、それでもそう言ってくれるってことはそういうことだって思っていいよね。ええ、もちろんです。私とレイにはニーナさんたちを助けた責任があります。そうでしょ、レイ。ああ、そうだな。学習自体は悪いことではありません。必要であれば私もお手伝いしますので。ありがとうございます。少しずつ、それでも着実に進んでいくのが大事ってことですよね。はい、そうすれば必ずニーナさんの英知は深まっていくはずです。ラッキー。準備が済んだらアルダスへ急いで戻らないと。レイの故郷が危ないんでしょ。ラッキー。平等に知識を得られるはずの生物が支配者を持ったら、下にいる連中の知識や思考はどうなっちまうんだ。15年も前からベネット艦長がスコピアムだなんて、一体どれだけ連邦に浸透しているというの。急ぐぞ。話通りならここでの我々の行動もネットワークとやらで共有されているだろうからな。ラッキー。どうした、元気がないけど何か悩んでいるのか。うん、ちょっとスコピアムとの融合について考えてたんだ。医者の端くれとしてスコピアム科のことをどう考えればいいんだろうって。ああ、
るほどな。ほら、スコピアムと融合することで生きながらえたって言ってる JJ さんのことを考えるとさ、人間の肉体を違うものに置き換えるっていうのも一つの選択肢なのかなって。まあ個人の心情は置いておくとして、選択肢の一つっていうのは間違いないだろうな。でもそうなると私みたいな医者は必要なくなるかもしれないって、そんな風にちょっと思っちゃったんだ。いや、そいつは違う。え？スコピアムとの融合は選択肢の一つではあるが、選択肢の一つでしかないだろう。何それ、なんか言葉遊びみたい。融合が正しいのか正しくないのかはわからない。だが融合以外の選択肢を選んだ人間にはニーナたちの力が必要だ。そうだろ、レイ。俺はニーナの力を信じてるし頼りにしてる。そいつを忘れないでくれ。何か巨大で有用な力が現れたからといってそれ以外の力が全て不要になるなんてことはないんだ。うん、そうだね。私を必要としてくれる人のためにも悩んでばっかじゃいられないよね。でも頼りにしてくれるのは嬉しいけど、あんまり怪我や病気はしないでね。まあ善処する。もうありがとう、レイ。レイモンド艦長の剣技はなかなかどうにいっているな。どのような戦いにも対応できるその腕前、見事というほかない。あんたみたいないかにも武人って人に褒められると悪い気はしないな。剣を学んだ期間は長いのか？いや、ここ最近のことだ。俺の剣はアスター4号星に不時着した時にレティシアに教わったものなんだ。大したもんだ。そう考えるとレイモンド艦長の素質もさることながら、レティシア姫の指導力がまた素晴らしいものということになるな。ああ、俺が剣をここまで扱えているのは間違いなくレティシアのおかげだ。本当感謝してるよ。教わる側の心に相応の強さがなければここまで技が磨き上げられはしまい。心の強さか。そういうものを求めていたつもりはなかったんだけどな。俺はただ自分の大事なものを守りたいと思っていただけだ。その守りたいという思いこそがレイモンド艦長の剣に宿ったんだ。私はそう思う。当然あんたの剣にもそんな思いがあるんだろ。俺程度でもあんたの剣が長い経験に裏打ちされたものだってことぐらいはわかるぜ。私もまだまだ道の途上だ。私の剣はまだ斧が何を守るためにあるのかを探し続けている。あんたはすでに多くの人を守ってるだろう。だといいのだが。それがわかるから俺たちもあんたに背中を預けることができるんだ。頼りにしてるぜ。ならばその期待に応えられるよう全力を尽くそう。
例の故郷が相当ハスコピアムに狙われてるの？今すぐ行って助けないと。それで実際のところどの辺までスコピアムなんだ？質問の意味を測りかねるか。だって航宙艦がスコピアムの一個体なんだろ。でもデュマみたいな小さいやつだってスコピアムだ。前にお前冗談で建物がスコピアムだとか言ってたけど、うっかり街灯にぶつかったり椅子やテーブルを蹴ったりした後、そいつがスコピアムだってことを知ったら後味悪いだろう。ここで過ごすためにはきちんと境目を知っておきたい。そういうことか。だが境目と言われると難しいな。以前一度だけテーブル型のスコピアムに出会ったことがあるし。本当か？おい、こっちは一応スコピアムを理解しようと思って真面目に聞いてんだぞ。すまない。そこまで真剣に考えてくれることに、つい嬉しくなってしまってな。このパラピアムに関して言えば、自立移動するものは全てスコピアムと思っておけばいい。だから車両はスコピアムだが、テーブルや街灯、建造物など固定されているものや、手に取って使用する道具はスコピアムではない。無論例外はあるが、普通に生活するだけなら気にする必要がない。なるほどな。でもパラピアムのコロニーはやっぱスコピアムなんだろ？コロニーは宇宙をある程度自立移動するからな。そういうことか。こういう街とかどうやってできたんだ？パラピアムに居住することを決めたスコピアムたちがネットワークで常に街の形状を模索している。多くの意見や意思を極限まで突き詰めた末にこの街は形作られているんだ。スコピアムが自分たちで住みやすいように街を作った結果がこれだと思うと、スコピアムと人間の違いなんてそんなにないのかなって気もしてくるな。その理解はありがたい。より良い居住環境を求めるのは生物の本能のようなものだ。ぜひレイモンド艦長たちにもこの街、このコロニーの良さを感じてもらいたいもんだ。急いでいるのかいないのか、この船の。私はデュマとしてスコピアムへの適合者を探し、適合者が見つかれば融合するよう促す。それが使命だと考えて行動してきた。しかし
今回の事件を見るとスコピアムの理念が正しかったのかどうか分からなくなった。突然どうした？相当派の行動が分からないってこと？元々の理念も含めてだ。確かに融合は生命体の進化の可能性や多様性も大きく広げるが、相当派は明らかに銀河連邦の潜在的な野心に影響を受けて、ついには同じスコピアムすら攻撃する進化の道を取った。我々は進化を標榜しながら、それをあまりに画一的に推し進めすぎていたのだと考える。でもそれは銀河連邦との接触がなかったとしても同じじゃないかしら。その通りだ。これはスコピアムの理念が持つ潜在的な危険性だ。進化を追い求めるがあまり、それが侵略に行き着き、同族にすら危害を加える。つまり進化の押し付けだ。悩むのは結構だが、答えが出なくても行動しなければならんタイミングはすぐそこだ。お前はこれからどうするんだ？相当派スコピアムの考え方が危険極まりないのは疑いようのない事実だ。私はこれを止めるために行動をする。じゃあその後は？無事相当派を止めることができれば、その後はわからない。終わってから考えることになるだろう。それがいい。ようやくお前が生き物だって実感が湧いた。ま、なんとかなるんじゃないか。ベグワルドがどんな状況かわからない。休めるうちに休んどかないとな。部屋に行くか。デュマちゃんの心も決まったようですね。相当派を倒すため一緒に戦っていきましょう。ベグワルド到着まで少し休むか。少し休んでおくか。まもなくベグワルド星系に到着します。激しい戦闘が予想されます。総員、不意の衝撃に備えてください。クソ、ベグワルドは無事だろうな。早くブリッジに行かねえと。状況報告。戦闘専用艦3艦、探査戦闘艦1艦、スコピアム艦2艦がベグワルド中域に侵入。現在ベグワルド艦隊と交戦中です。本艦の位置、主要戦闘区域から約13分です。スケマティック。ベグワルドの方が数が多いんですよね。なんとかなるんじゃありませんか？そう単純じゃない。連邦の戦闘専用艦相手にベグワルド艦隊の防御シールドがどれだけ持つか。あと7分です。クソ、タクティカル、タクティカル展開します。じゃあ今度は何だ？戦闘中域に連邦艦3、スコピアム艦1接近中。2艦は12分の距離です。残り2艦も60分以内。今のアルダスで割って入ってどうにかなる規模じゃないな。ここまで来て撤退するの？いや、ローレンスファミリーを通じてスコピアムの情報を共有したい。戦闘中域を突っ切ってベグワルドに着陸するぞ。無理だよレイ。私、戦場のナビゲーションなんてやったことない。私がメインナビゲーションを代わります。サポートをお願いします。了解。あと3分です。艦長、ベグワルド艦隊から戦闘艦セイディスが離脱。ワープドライブに損傷が発生しています。連邦戦闘艦が2艦、追跡を開始。フェイズキャノンを充填してる撃つ気です。戦闘不能艦を撃墜するなんて。転身しろ。セイディスに救助。不可能です。あの2艦に狙われたらアルダスは一撃で沈みます。くそ。
さん、くそ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 。当初の方針を貫徹すべきです。まずは本社に降下、スコピアムと連邦の実態をファミリーと宇宙軍に共有させるしかありません。あら、何これ。どうした。タクティカルを見て、連邦艦艇が2艦戦線を離れているわ。本性の方向に向かってる。たった2艦で何するつもりだ。どんな不意打ちしたって惑星シールドは突破できないぞ。レイ、まもなく通常空間に戻る。方針を確定しろ。戦線から外れた2艦を追跡する。了解だ。通常空間に行こう。距離を保ちつつあの2艦を追跡する。こいつらの行き先は本性じゃないぞ。このシーン、ベグニスだ。狙いはベグニスの紋章動力ということですか。だな。全速で追うぞ。宇宙軍にも緊急通報。正面の艦隊は陽動だ。すでに全速ですが追いつけません。20分は遅れます。宇宙軍からの反応はないのか。艦長、ベグニスからの通信です。宇宙軍ではないようだけど。繋げ。親父。え、クソガキとも、無事だったか。親父、手短に言う。正面の艦隊は陽動だ。敵の目的はベグニスの開闢岩穴だ。戦闘艦が2艦ベグニスに向かってる。せわしねえな。ベグニスにだって防衛艦隊は常駐してる。連邦艦艇ごときがたった2艦返り討ちにしてやるよ。ラウル・ローレンスさん、私は銀河連邦所属マリエル・エル・ケニー中尉です。ご子息の忠告を聞き入れてください。現在迫っている連邦艦隊は艦隊司令部の指揮を離れたボートです。常識は通用しません。なんでアルダスにケニーの門が乗ってんだ。それだけいろいろあったんだ。親父、宇宙軍に俺たちの持っているデータを共有するよう働きかけてくれ。奴らは、スコピアムは普通じゃないんだ。連邦艦確認。戦闘降下されました。バカだ、惑星シールドを突破されたのか。なんだあの仕事。セキュリティ、正面を固めろ。確かに一筋縄じゃいかねえみてえだな。ベグニス防衛司令は馴染みだ。データを送ってこい。根回ししてやる。だがお前らはとっとと避難しろ。親父、戦闘艦相手にアルダスで乗り込んできて何ができる。お前らは早く戦闘中域を離脱して自分の命を守れ。いいな、オーバー。ラウルの判断は正しいと思います。アルダスが撃沈されれば全てが無意味になります。レイ、連邦艦隊より通信見つかっちまったのか。いや、レミントン艦隊なら不意打ち上等だろう。繋いでくれ。わかりました、スクリーン出ます。こちらは銀河連邦所属艦 GFSS1007T カルナス、艦長のルカ・マーベリックだ。マーベリック提督、何の用だ。降伏勧告か。おっと、謝らないでくれ。カーティスから話を聞いてきたといえば分かってもらえるか。ベグアルドを侵略しているレミントンの艦隊を止めるためにカルナスと新鋭戦闘艦1艦が最大速度でベグアルドに向かっている。あと40分ほどで到着できる。それまで持たせられるか。ベグアルド艦隊はギリギリ持つだろう。だが別動隊がベグニスに降下していて、すでに市街地や民間人にも被害が出ている。別動隊か。そちらに援護は必要か。不要だ、俺たちでやる。任せられるか。なんとかするさ。すまない、レミントンの行いと連邦の不甲斐なさは詫びのしようもない。詫びはきちんと形にしてくれりゃそれでいい。わかった、共に生き残ろう。オーバー。祖父と一緒に連邦秩序の維持に力を尽くしてこられた方よ、信頼できるわ。わかった、本性防衛は宇宙軍とマーベリック提督に任せよう。俺たちはベグニスに降下する。親父を助けに行くぞ。了解です、ローレンス・ロジスティクス本社に降下しましょう。止められるかと思ったぜ。ラウルもレイとアントニオが素直に言うことを聞くとは思っていませんよ。なら期待に応えてやらないとな。兄貴、
俺たちは降下する。俺たちを降ろしたらベグニスから離脱してくれ。言われなくてもそのつもりだ。戦闘艦2艦とにらめっこしてられるか。レイ、悪いな、手借りるぜ。最初からそのつもりだ。レイたちの故郷を助ける戦いならやるっきゃないでしょ。その通り。お主の戦いは我々の戦いでもある。エレナをメンテナンスする契約はまだ生きてるからな。同胞の過ちは正さねばならぬ。ありがとな。それじゃあ行こう。よし、もう準備は完璧だな。転送室からベグニスに向かうぞ。紋章動力ですか。興味はそのありますけど、連邦の制服着てる俺が知っちゃいけないやつですよね。こちらブリッジ。マーベリック提督が味方なのは心強いですね。不審な動きがあればすぐに報告するように。お前たちをベグニスに降ろしたらアルダスは一旦離れる。戻るときは連絡をよこせ。この俺のお膝元で好き勝手やりやがったな。あ、待て待て親父、俺だ。うん、レイか。いつになったら親の言うこと聞くようになるんだこの野郎は。よく生きて帰ってきた。それだけは褒めてやる。ああ、エレナ、こいつらの狙いは何だ。紋章動力の秘密を暴きに来たものと思われます。ベグアルド本勢の防衛艦隊が相手にしている連邦艦隊は陽動です。根拠は。ベグニスにはスコピアムと融合した連邦士官が大勢降下しています。敵の主力と推察されます。
スコピアムってのがなんだかわからんが。なるほど、ずいぶん前から奴ら紋章動力欲しさにベグアルドに連邦加盟を迫ってきてたが、いよいよプッツン来ちまったってことか。おれなんだよ。そういう大事なことは事前に報告しろっていつも言ってるだろ。データ送っただろ。防衛基地司令に読んどけってぶん投げただけだ。俺は会社を守らなきゃならんからな。おいおい、エレナ。ってことは奴らの作戦目標はベグニス紋章記念館だな。おそらくは。そのスコピアムって奴らに関して今お前らが一番詳しいと思っていいな。もちろんだ。よし、じゃあ紋章記念館の防衛はお前に任せる。ベグニス駐留軍と死刑にも話は通しておく。商売させてもらってる町を守れ。いいな。わかった、任せろ。いい顔だ。油断するな。全部片付いたらお前のたちをうちに連れてこい。みんなで飲もうぜ。はあ。紋章記念館はここから南に進んだところにあります。皆さんよろしくお願いします。レイヤン、エレナさんたちの町ですもんね。任せてください。ラッキーと。商品を持ち出してきたんです。よかったら買っていきませんか。サンキュー。なんというか豪気な父上だったな。
ルカ・マーベリック提督は正義感が服を着て歩いているような人よ。家柄的にも不良軍人だらけのケミーなんかよりよっぽど立派な軍人の家系かも。紋章リム？くそ。どうした？腹でも痛いのか？ちげえよ。あのな、俺はお前らが羨ましいんだ。はあ？どういう意味だ？お前やクロエ、このアルダスの乗組員たちは俺よりずっと若いにもかかわらず星の世界の進んだ科学技術を理解してやがる。それが俺には羨ましくて悔しいんだ。そればっかりはどうにもならないことだろう。ああ、その通りだよ。くそ、俺も星の世界で生まれていればもっと多くの知識を手に入れていただろうに。確かにフーガなんてものを作り上げたあんただ。もしも先進惑星で生まれていたらとんでもない功績をあげていただろうな。そうだろ。くそ、俺は生まれる場所を間違えたんだ。まあそうかもな。だけどな、それだとマルキアとは出会えなかったんだぜ。いいのか？な、それとこれとは話が別だろうが。そうか、あんたにとってはそれも科学技術と同じくらい大事なことだと思ったんだけどな。ガキが分かったようなこと言いやがって。とにかく新しく学べることはそこら中に転がってるんだ。ここから絶対にお前らに追いついてみせるからな。覚悟しとけよ。ああ、あんたの意地見せてもらうぜ。その紋章動力ってのはスコピアムも狙うほど珍しい技術ってわけか。あれが東大のカルナスですか。連邦の英雄が乗る船としてその名が受け継がれているそうです。パラピアムのように民間人まで巻き込むつもりか。こんなことが許されてはならん。お前たちをベグニスに降ろしたらアルダスは一旦離れる。戻るときは連絡をよこせ。マーベリック提督が味方なのは心強いですね。紋章動力です。あ、レイ、レティシアさんもこんにちは。こんにちは、クロエさん。すみません、お仕事中でしたか？いえいえ、大丈夫です。ちょっと運送先のディストを確認していただけなので。そうか、すっかり忘れてたけど俺たちの本業は運送屋だもんな。そうだよ、なんだか大変なことになっちゃったけど、でも宇宙の平和がかかってるからね。ん？なんだろうこれ。どうかしたのか？送信元不明のメールみたいなんだけど。え？アントニオ・ローレンス殿、先日は当教会へ寄付をいただき感謝する。我々宇宙ドーナツ協会は貴殿を仲間として認め、友好の証として付け届けを用意した。ついてはジュジュのため48時間以内にランデブーポイントを指定されたし、なお返答がない場合は協約放棄とみなし、
機関アルダスの捕捉及び追跡を行う。なんだその怪文書は。今時珍しいな。そもそもスパム判定で弾かれそうなもんだな。よくわかりませんが、アントニオさんが何かをもらえるということですか。いえ、その一種の脅迫文だと思います。会いに来ないとアルダスを襲撃するぞという。え、襲撃って大丈夫なのですかレイ。さすがにこれが本当なら黙っちゃいないぜ。場合によっちゃベグワルド本性にも協力は仰げるが、しかし宇宙ドーナツ協会ね、昔よく見た迷惑メールを思い出すよな。ははは、じゃないよ。テロ予告みたいなものじゃない。早く何とかしないと。まずはアントニオさんに報告した方が良いのではありませんか。同感だ。兄貴に覚えがなくても仕事で送った荷物に何かあったのかもしれないしな。普通に考えたらそうだよね。でもレイ、このメールは私が一旦持ってていい？別に構わないが、何かするつもりなのか。とりあえず差出人くらいは割り出せないかなって。何かしら情報がないと手の打ちようがないし、私たちがアスター4号星で遭難してアントニオにはいっぱい迷惑かけちゃったでしょ。これ以上余計な手を煩わせたくないなって。クロエさんはお優しいんですね。そんなことないです。私のできる範囲で力になりたいと思ってるだけで。そうか、そこまで言うならお前に任せる。クロエ、兄貴のフォロー頼んだぜ。うん、頑張ってみる。レイ。クロエ、レイのメールだが尻尾はつかめそうか。ダメ、サーバー上の暗号化情報を公開鍵で複合化してヘッダが改ざんされているか調べようとしたんだけど、偽装防止システムをすり抜けて送信されてるみたいで、送信元情報が追えない。そうこうしている間もどんどんメールが飛んできて。マジか、やり手みたいだな相手は。確か48時間以内に返信しろと書かれてましたよね。もう時間がないのでは。そうだな。クロエ、やっぱり兄貴に報告してどうするか指示を仰ごう。うん、ごめんなさい。自分で解決することにこだわった私のミスだ。おいおい、それを言ったら黙認した俺も悪いだろう。幸いまだ何も起きてないんだ。これから警戒すれば。レイ、戦績不明の空中艦が。なんだって、まさか奴らが来たってのか。どうした、何があった。兄貴、戦績不明の船がアルダスに接近してるの。コンタクトが来てるけど受信した方がいいよね。ああ、通信回線を開いてくれ。こちらはベグワルド所属輸送艦アルダス、副長のアントニオ・ローレンスだ。機関は宇宙ドーナツ協会所属輸送艦ザイフェルトだ。貴殿から受けた恥を注ぐべく参上した。我々の再三にわたる通信を無視した罪は重い。当艦内にて然るべき説明を願う。ああ、了解した。今からそちらへ向かう。ただし通信回線はそのままにしてもらおう。承知した。こちらとしても機関のクルーに聞かれて困ることはない。よし、じゃあ行ってくる。大丈夫だ、心配するな。すぐに戻ってくる。ようやく来たか。では当初の予定通り我々の友好の証を受け取ってもらおう。ああ、分かったよ。好きにしてくれ。アントニオさん、
な、大丈夫だっただろ兄貴。隣のそれは、ああ、四次元マカロンってお菓子らしいぞ。今サーストンからもらってきた旅行の土産だとさ。サーストンってサーストン総研の？じゃあ宇宙ドーナツ協会ってのは。あいつまた変なメールよこしやがったのか。カスタマーサービス宛てにメールが来てたの。協会に寄付してくれたお礼を用意したから、ランデブーポイントを指定しろ、返事がなければアルダスを捕捉追跡するって。ごめんなさい、報告が遅くなって。ああ、いや気にするな。そのメールはな、この前は土産を送ってくれてありがとう、こちらも土産を渡したいから場所を指定しろ、無視したら直接持っていくからなって意味だ。そっか、そういうことだったんだ。やだ、もうなんで気づかなかったんだろう。他のクルーはあれがサーストンだって知ってたのか。俺の友人は変わったやつが多いからな、知らなくてもそういうもんだとみんな慣れちまった。クロエさん大丈夫ですか。はい、大丈夫です。何もなくてよかった。すまんクロエ、お前がそんなに心配してくれてるとは思わなかった。俺は過保護者だな。そうだぜ兄貴、こういうドッキリはもっと分かりやすくしろって伝えといてくれよ。ああ、そう言っとくよクロエ。ここは一つ心配させたお詫びにマカロンをもらうってのはどうだ。そうですね、私もレイに賛成です。じゃあせっかくだから。そうだな、コーヒーでも入れてみんなで一息入れるとするか。アルダスの中は本当に広いですよね。こんなに大きなものが飛んでいるだなんて未だに信じられません。しかもエレナさんやクロエさん、あと何人かの人たちだけで動かしているだなんて。ああ、確かに見えるところで船を動かしているのは数人だけだよな。だが見えないところではもっと多くの人間が関わっているんだぜ。そうなのですか。ああ、大勢の助けがないと動かないのはアスターの船と変わらない。どこが欠けたってうまくはいかないんだ。だからこそ俺たちは船にいる仲間を大事にするんだよ。仲間ですか。ああ、仲間を絶対に見捨てることはしない。エレナさんやクロエさんを見つける前のレイは必死でしたものね。彼女たちのことをとても大事に思っているんだなって、そう感じました。改めて言葉にされるとあれだ、参ったな。しかしそれはレティシアだって同じだろ。え？オーシディアスの国民も似たようなもんじゃないのか。ええ、王族や騎士だけでは王国はきっと立ち行きません。国民がいてこそのオーシディアス王国だと、そう思っています。互いに背負っている大事なものが多いよな。はい、その大事な人たちを守るためにも最後までしっかりやり遂げなければなりませんね。もう
レイの故郷を守るために力を尽くします。レイが私たちの祖国のためにそうしてくれたように。悪くない力だ。対象を発見。対象を発見。対象を発見。フルパワー。
ラッキた生体反応を検知。ここから先は進めないように南東側に進みましょう。俺の方が早かったな。気を抜くなよ。頼もしいな。ブランドサイドせよ。どう。冷静なあの個体の視界を翻弄するのは困難だ。高層体のパワーが上がってくるぞ。キリコエネルギー残量強襲警戒。出力冷静なあの個体の視界を来るぞ。強襲警戒。キリコエネルギー残量冷静なあの個体の視界を翻弄するのは困難だ。構成反応発動停止。構成反応なし。私を強くする。このまま南に進めばすぐ紋章記念館に着きます。
悪くない力だ。目ざといな。構成反応発動。エネルギー残量不足。敵中毒だ。これって無敵な感じしますね。冷静なあの個体の力を翻弄するのに。ここで頑張らなきゃ。警告、エネルギー残量不足。白黒決めるか。次のデータどう。警戒態勢を。警告、エネルギー残量不足。構成反応活動停止。対象を発見。ラッキラッキー。どう。どすでに機能感が制圧されてしまったようです。敵は構成反応かつ質量低下。安全は確保された。ラッキー。
ここはどういった場所なんだ？300年前から続くベグニスの開拓の歴史を紹介する博物館だ。それと同時に紋章動力発見の場所でもある。エレナのような高度なアンドロイドがいるのもこの紋章動力のおかげだ。エレナさんを生み出す技術がここで生まれたってこと？おおむねその通りです。紋章動力は紋章力を生かしたエネルギー生成原理で、虚数空間からのエネルギー転移を利用した小型でかつ半永久的なエネルギー源です。このおかげでベグアルドのアンドロイド技術は飛躍的に進歩しました。エレナを作れる技術だと聞けば攻め込みたくなるのもわからんでもないな。ミダス、さすがに不謹慎ではないか？だがその通りだ。エレナを作りうる紋章動力は魅力的だ。有機生命体との融合でも機械部分の動力を全て補えるわけではない。高度に見えて意外と融通が効かんのだな。紋章動力のような半永久的で効率の良い動力源を得ることができれば、スコピアムを飛躍的に進化させることができる。そう考える者が現れても不思議ではない。自然は跳躍しない。何です？地球の進化論の基本的な考えの一つです。生命の進化は階段を一段ずつ上がるものだとする学説なんです。一段ずつ進むというのはどんなことにも当てはまるように思えますが。ええ、だから例外的に突然変異的な跳躍が起こった場合、それは必ずその個体や種に大きな負担を強いることになる。相当派がそうであると。ただでさえあなたたちが予測できなくなった相当派がこの場所を手に入れたらどんなことになるのか恐ろしくなっただけよ。止めねばなるまい。大きすぎる変化はネットワーク全体に及ぼす影響もまた大きすぎる。そうですね。でもここであれこれ想像してても始まりません。敵の目標は紋章記念館の下にあります。乗り込んできた方にお聞かせ願いましょう。対象を発見。対象を発見。ラッキラッキー。
海白岩穴には変な奴らがたくさん入っていて危険だ。奴らを追うならここで準備していった方がいい。もっとちゃんと準備しなくて大丈夫か？必要になったらまた声をかけてくれ。サンキュー。入り口は記念館の施設の一部で、ベグニスの住人は全員学生時代に社会科見学に訪れますね、レイ。ああ、まあな。ですが最深部にはベグニスだけでなく、ベグアルド全体の産業を支える紋章動力の発見地があるのです。天然の洞窟から動力が見つかるものなのか。正確に言えば、最深部の岩壁に描かれていた紋章が発見されたのです。その紋章を利用することにより紋章動力の開発が可能になったという意味で、紋章動力発見の地と呼ばれるようになりました。その紋章はベグアルドが独占していて、外部には一切公開されていません。なるほど、価値ある秘密を暴きに来たってことか。その紋章とやらはベグニスに住んでた古代人か何かが残したものってことか。不明なのです。ベグアルドの宇宙開発が始まったのが300年前。それまでベグニスは無人の衛星でした。誰がこの紋章をここに残したのか、いまだに解明されていないのです。それこそ銀河連邦ということはありませんか。連邦にはまだ紋章動力に匹敵するほどのエネルギー技術がないんです。それ以外の技術開発では連邦はベグアルドより先んじているけど、この件に連邦は関係ないでしょうね。何にせよ、この場所がベグアルドの歴史にとって大切な場所なら、銀河連邦やスコピアムにいいようにされるわけにはいきませんね。ああ、俺もいろいろ勉強し直さなきゃならないしな。対象を発見。ここは通れないな。他の道を探すぞ。対象を発見。ラッキー。うわー、びっくりした。皆さん、無事ですか？なんとか。おかげでルートが省略できたようです。奥へ進みましょう。道が、天井が崩れてしまったようです。どうにかして仮想に進む方法を考えないとな。地面にでかい穴を開けるってのはどうだ？お前たちの技術ならなんとかなるだろう。洞窟内でそんなことをしたら、さらに崩落が起こる可能性があります。いや、案外ありかもしれないぜ。
対象を発見。対象を発見。あれ？これってどうしました？ニーナさん。ラッキー、これより先は何もないみたいですね。他の道を探しましょうか。ラッキー。対象を発見。ラッキー。対象を発見。この道も通るのは難しそうね。かなり進行を許しちまってるみたいだな。先へ急ごう。ここも足場が脆くなってるな。崩せばまた進めるのでしょうか。ベグニスの遺産を破壊して進むのは気が引けますが、これも新しいルートの開拓だと思えば問題ないだろう。
レイは相変わらずですね。仕方ありません。緊急事態なのでそのように考えましょう。付き合いは長いぜ。ま、こんなもんか。メカとの付き合いは長いぜ。ま、こんなもんか。ラッキー。対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。対象を発見。
対象を発見。ラッキー、まだまだいけますよね。また地面を崩して進むか。それしか選択肢はないだろう。対象を発見。それ。ラッキー。ふっと。ふっ。対象を発見。やっぱりこれって。お前さっきからどうしたんだ。うん、この鱗紋じゃない、紋章、割と最近見た気がするんだよな。何者かがいるぞ。本当だ。覚悟ができる。まだまだ行けないよ。ロッドさん、エレン、活動停止。ここで頑張らなきゃ。ごめん。これは無敵な感じしません？行くぞ。まだまだいけますよね。対象を発見。
ラッキー。ベグアルドの紋章動力ってそんなにすごいの？エレナさんを見ればわかるでしょ。連邦にエレナさんほどの高度なアンドロイドは存在しないわ。アンドロイド技術だけじゃない、ベグアルド宇宙軍だけで連邦艦隊を押しとどめられるのもこの紋章動力技術があってこそよ。おい、今は非常事態だから仕方ないが、ここで見たことは全部忘れろよ。保証はいたしかねます。勘弁しろよ連邦士官。ニーナも美術師の血が騒ぐのはわかるが、変な真似はしないでくれよ。保証はいたしかねます。勘弁しろよ。前方に敵がいるわ。わかりました。活動停止。対象を発見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 。なんだかデュマちゃんの元気がないみたい。どうかしたのかしら。戦闘に備えてください。了解。警戒しろ。返せみな。まだまだ行きますよね。乱暴すぎることは。でもここを抜けないとダメなんでしょね、レイ。うん、まあほどほどにな。警戒態勢を。魔性は魅力的だったりするの？私個人の感想を言うならば、考え方なのでわからないから、魔性はすごいのだ。ネットなんとかでこういう感じで手を入れたりしないの？我々は相当派の侵略を防ぐためにここにいる。デュマも危惧していたが、相当派を排除しても別のスコピアムが押し寄せてきたら本末転倒だ。
だから私はここに関しての情報をネットワークに共有する気はない。そっか、あれ？でもそうするとリュマは？座標上は紋章動力に近い位置まで来ました。だいぶルートを省略してこられたんだが、このまま進むぞ。まだ耐えてみな。よい、まだまだ来ますよね。活動停止。よい、無敵な感じしません？全体の攻撃。まだいける。前方、敵を確認。遅れを取るなよ。ラッキー。どう、我々に構成反応発動です。行きますよね。邪魔だ。構成反応無敵な感じします。発動停止。ラッキー。対象を発見。対象を発見。対象を発見。準備した方が良さそう。
さすがね、いい娘さん。まだまだいけますよね。まだいける。白黒決めるか。直さなくちゃ。こっちだ。出力、構成反応、活動停止。対象を発見。何者かがいるぞ。警告、エネルギー残量数。これでよし。無駄よ。構成反応に対応されて。警戒処理、警戒処理を。どうだ、攻撃を反応、活動停止。逃げ場はないぞ。攻勢反応、活動停止。耐えてみな。せよ、邪魔だ。向かうところ敵なし。よもやあれは。うん、間違いないよ。どういうことだ。なぜこれがこんな場所にある。どうしたんですか。そっくりなんです。レビタス石を採掘したニルベスの古代リモン遺跡に。そう言われると。構成反応を検知、警戒態勢を。パルダール、素晴らしいとは思わんか、我が子レティシアよ。スコピアムネットワークの広大さを実感するたびに、こうなるまでの我が身の小ささを思い知る。相当派のありようがスコピアムの全てではない。これから全てになる。そのための紋章動力であり相当閣下だ。紹介しよう。ボルドール、この者たちが我々総統派に抗う者たちか。その通りです、総統閣下。レミントン司令、君の顔は知っている。ベネットの部下でケニーの孫だな。なぜこんなことを。連邦法規を犯し、軍や艦艇を私的に運用し、アマツさえスコピアムの存在やピープスの事態を隠蔽するなど、連邦法に照らして許されることではありません。全て銀河連邦と宇宙の平和と繁栄のためだ。ケニーの末裔ならばわかるだろう。何をバカな。かつてロニキス J ケニーは惑星ロークの民と接触し、立ち入り禁止惑星のストリームに踏み入り、惑星ファーゲットとの戦いを勝利に導いた。クロード・シー・ケニーが未開惑星保護条約を破って、惑星エクスペルの連邦加盟の端緒を作った。その結果、連邦の紋章科学は大きく発展した。それは君のおじい様エマーソン提督が重力エンジンの技術を見出したきっかけも同様だったな。法の枠を破ってこそ世界が開かれることは歴史が証明している。今この時、その役目は私にあるのだよ。ケニーにそれを止める権利があるのかね。私は聞くな、マリエル、悪党の戯言だ。ほう、
マリエルの先祖たちが法を破ってきたのは、そうしなければ多くの罪のない命が犠牲になるかもしれなかったからだ。お前みたいに私利私欲で人様の財産を奪いに来たバカと一緒にするな。ベグアルド人が連邦切手の名家の罪を擁護するか、傑作だ。その罪は連邦が自縄自縛で作り出したもんだろう。連邦のルールの外にいる俺たちには関係ない。レイ、もう大丈夫よ。ありがとう。確かに私の家系は組織に属する軍人としては決して褒められた存在ではなかったかもしれません。だからこそ私はそんな家名が嫌で、戴冠の日まで連邦法を遵守しようと心に決めてきました。でもあなたなんかにとやかく言われたくないわ。あいつもやったから自分もやっていいなんて子供の理屈並べて恥ずかしくないの？所詮ケニーか。相当閣下、どうやら物理世界での対話だけではこやつらとの意思統合は不可能なようですが、いかがしましょう。銀河連邦の発展にもスコピアムネットワークの進化にも不要な存在だ。紋章動力を取り込むのを邪魔する者たちに容赦はせん。トルドール、一体あなたは何をしているのです？このような卑小な男に利用されるために星の世界にやってきたのですか？それならそれで良いではないか。我が子レティシアよ、私を止めたいのだろう？敵は小さく弱い方が良いではないか。全てはスコピアムと、そして総統派のためだ。行くぞ。気をつけて。実を言うとな、私が総統として人たちに投入されてからまだ間がないんだ。君たちにも私の総統就任を祝ってもらう。ボルドール、こいつらをなぎ払え。四人総統刻むわよ。耐えてみな。よい、踏ん張れ。落ちたな、ボルドール。蹴られた成果が知ればさぞ悲しむだろう。スコピアムではないものには分かるまい。これこそが私の愛の戦。そこに迷いはない。せめてもの中から貴族が邪魔に人を渡す。決める。これって無敵な大将戦決めます。どうしよう。はい、踏ん張れ。決めるか。冷酷なあの個体の視界を動揺するの。耐えてみな。中毒物。さすがだ。この程度ではどうにもならんか。見込み違いだったか。個体性能の違いはいかんともしがたいな。それが己に忠誠を示し戦った者に対する言葉か。どこまでも見下げ果てた男だ。ここまで来てまだそんなことを言っているのか。スコピアムに忠誠などという概念はない。この私、総統を頂点としたスコピアムネットワーク軍に所属する個体軍というだけの話だ。相入れない。どこまでも総統の言葉は私の知るスコピアムと相入れない。もしかしたら父になるかもしれなかったあなたの最後がこんなことになって残念です。でも敵は撃ちます。
これが進化だ。この宇宙で最も偉大な進化だ。私のこの力のもと、銀河連邦の永遠の繁栄が始まるのだ。そんなことは絶対にさせない。レミントン・カーツマン、あなたの野望はここで私が必ず止める。敵の行動がまだまだいけますよね。その姿が連邦の腐れ具合がよくわかる。間もなくレグアの超党派の一員となるのだ。貴様に相当だ。銀河を滑るスコピアムのその相当なのだ。それがそれが、ありえん。私なしに連邦の未来は、スコピアムの進化はどうなると。お前がいない方が連邦もスコピアムもよっぽど健全だろうぜ。くそ、融合し、これからスコピアムと連邦の理想郷を築くはずだったのに。ボルドール、ボルドールまだ生きて。ニーナさん、ミナ様、あんなになっちゃったらもう。ここじゃスコピアムになったあいつを修理することもできん。諦めるしかない。艦隊をベグニスに呼び寄せろ。まだ終わらない。私には相当派スコピアムと銀河連邦を率いる使命が。残念ですが、時間は残されていないようです。相当閣下が、何貴様のような愚物が本当に総統就任を認められたとでも思ったのか。貴様はただの真の総統のためにネットワークを整備する礎に過ぎん。それがネットワークの総意だ。ボルドール、今何を。私がレミントンを倒したところでスコピアムは
止まらんぞ。ベグワルドへの侵攻は止めてみせるさ。対話が可能なスコピアムとは対話をし、連邦の好機を粛清する。スコピアムの無法はもうこの銀河には起こさせないわ。概念上の相当個体が消失すれば、相当派も徐々に正しいスコピアムのあり方に回帰するだろう。正しい。何も分かっておらん。貴様、レミントンも何も。生命が正しくどうあるべきか。ボルドール、ボルドール、今度こそ死んだのか。個体名ボルドールの生物学的死亡を確認。レミントンの生命活動も停止しています。相当派の進行はひとまず食い止めたと判断します。ならよかったんですけど、こんな遠い場所で散るのが目的だったの。ボルドール、あなたは一体何のために。ベグアルドに侵攻した全軍は艦隊司令部に投降した。全軍投降が恐ろしくスムーズで、不気味さすら感じたよ。スコピアムの特性なんだろうな。総統の不在でネットワークの方針が転換したことで、全個体が公平な立場にあるって状態に戻ったんだ。スコピアムか。こうして自分の目で見たが、未だに信じがたい。レミントン一党の成したことがスコピアムの全てだとは思わないでほしい。だが私自身、スコピアムの元々の融合思想自体がこのような方向に進む危険性をはらんでいたことを見過ごすべきではないとも感じた。俺は相当派を生んだ原因は銀河連邦側にあった気がするぜ。ほう。自分の組織の進化のために平和や利点を解いて相手を取り込んで勢力を拡大する。よく似てると思わないか。スコピアムは全個体が平等だが、銀河連邦は組織が拡大すればするほど限られた上層だけが声太る。もともと似た性質の両者が引き合った結果があのレミントンと相当派なんじゃないか。そのようなことはないと言える状況ではないな。銀河連邦はこれから長い時間をかけて体制を見直さなければならなくなるだろう。投降した士官たちの処分はどうなるのでしょうか。レミントンに従わざるを得なかったのがスコピアムと融合していたせいだと言い出したら、現行法では違法性を問えなくなる可能性もある。ベグアルド惑星政府はスコピアムがどうこうなんてまるで把握してねえからな。和平交渉は荒れるぜ。承知しています。私はこの事態を収束させるための責任者になるでしょう。ご子息の持つデータは貴重です。どうかベグアルドと連邦双方の未来のためにお力を貸してください。せいぜいうまく機嫌を取ってくれよ。俺は商売人だからよ。心します。レイモンド艦長、改めて礼を言わせてくれ。君たちの戦いと働きによって連邦は襟を正す機会を得た。俺たちは自分のために行動しただけだ。だとしても連邦がギリギリのところで踏みとどまれたのは君たちのおかげだ。ところでマリエル中尉、君たちからもらったスコピアムのデータにはアスター4号星に不時着した惑星ビープスの軍人のものがあると。確かアスター4号星は未開惑星だろ。それはその、そこに
君の正義があったんだろう。君が守るべきと判断し、すでにレミントンが失っていたかつての連邦の正義が。ですが、それが連邦法を破る理由になってはいけないと思います。未開惑星保護条約違反はもちろん、輸送艦秋月を強奪した件についても私は連邦法に照らし裁かれるべきです。それはその通りだな。おい、軍人は力を持つがゆえに結果往来だからといって許されてはいけないんだ。だからってよ。だが今の連邦は君を軍法会議にかけられる状況じゃない。しかるべき時期が来るまでは君の立場は私が預からせてもらう。今は仲間と共にいろ。一連の経緯を鑑みれば、君の行いには常に理と正義があった。ご加盟に恥じぬ働きであったと私は評価する。そのことはいずれ開かれる軍法会議で重要な資料となるだろう。提督、逃げないでくれよ。ガタガタになってしまった今の連邦は、君のような優秀な人材を失うわけにはいかない。はい。アスター4号星については監視対象惑星とすることを視野に入れることになるだろう。あなたはアスター4号星にある国の王族だとか。監視対象とはどういうことですか。後で私が説明します。今の連邦にその判断をする資格があるのかも含めて。君たちはこの後どうするのだ。相当派は瓦解して故郷の危機も去った。それにボルドールも倒した。そうでしたね。私たちが宇宙に出た理由は。俺たちの旅は終わりだ。お姫様を王国に凱旋させなきゃな。そういえば最近めっきりウェルチのやつから連絡がないな。探してるもう片方の指輪は結局どうなったんだ。くそ、音沙汰ないとそれはそれで気になるな。たまにはディベルに様子見に行ってみるか。